どうも、ダンクローです。ピッペンはモアテンだけじゃない。今回はエアピッペン2の紹介レビューです。このモデルはちょっと発売年がわからないんですが、おそらく発売から10年以上は経っていると思われるので、いつアッパーとソールが離れ離れになってもおかしくない状態です。こいつのアッパーとソールが離れてしまう前のこの状態を記録に残しておくべく今回動画を上げました。興味のある方ぜひ最後までお付き合いください。この動画はエアピッペン2のざっくりとした紹介、ディテール、サイズ感レビューの3点でお送りします。では早速エアピッペン2をざっと紹介します。エアピッペン2は1998年に発売されたナイキのバッシュです。そしてブルズ黄金時代のレジェンドプレイヤースコッティ・ピッペンのシグネーチャーシューズです。ピッペンのバッシュといえばモアテンという方も多いと思います。こんなシンプルかつエレガントなシューズを履いていたことをぜひ知ってもらえたら幸いです。デザイナーはアーロン・クーパーという方で、このスニーカーは1951マーキュリーというクラシックカーからインスパイアされたようです。この紹介レビュー動画を撮るにあたってエアピッペン2についての記事も見つけたので、英語ではあるんですが、興味のある方はディープ L なんかの翻訳サイトで訳しながらぜひ読んでみてください。概要欄に貼っておきます。続いてディテールを見ていきましょう。アッパーはこんな感じです。白基調に赤黒のアクセントが際立つブルズカラーです。シンプルかつスタイリッシュかつエレガント、そんな印象が際立つかっこいいスニーカーですよね。スーシもジュエル仕様でエレガントさを引き立たせている感じです。左のアッパーが内側に入ってきているので、見た目がすっきりしているんですが、細身になっている要因でもあります。ヒールはこんな感じです。ピッペンという文字が表記されています。上から見るとこんな感じです。わかりますかね。インナーブーティー仕様になっています。インソールにはピッペンのサインらしきものがプリントされています。アウトソールはこんな感じです。ヘリボンパターンが見られます。裏パーツにはズームエアの文字があります。余談ですが、ピッペンはフルレングスエアが好きではなく、ズームエアを気に入っていたようです。最後に簡単にサイズ感のレビューをします。今後復刻があるかもしれないので、その時のサイズ選びの参考にしてもらえればと思います。僕は高高幅広です。ダンクロー、エアフォースワン、ジョーダン1は 26.5cm、ジョーダン7は 27.5cm を履いています。このモデルは 27cm を購入しました。結論、いつか復刻されるかもしれないエアピッペン2のサイズは、今履いているナイキのローカットのサイズから 1cm 上げろです。サイズアップしないといけない理由は、やはりインナーブーティーになっていることです。フィット感を高めるとはいえ、高高幅色にとっては恐ろしい仕様ですよね。あと見た目もシャープですが、やっぱり細身です。この 27cm は薄いソックスを履いてもかなりきつかったので、やっぱり 1cm 上げるのがおすすめだと思います。いやー、本当に復刻が待ち遠しいですね。98年オリジナル発売以降、2005年ぐらいに復刻があったようですが、それ以来このエアピッペン2は復刻されていません。個人的には絶対復刻してほしい一足の一つです。キスとのコラボでもして復刻してくれないかなと待望の日々です。あとピッペンが履いていたエアスウィフトというモデルも個人的には復刻してほしい一足です。かっこいいですよね。いかがだったでしょうか。興味のある方、復刻を待望している方、最後まで楽しんでいただけたでしょうか。もしこの動画で共感できるところがあったらいいね。またスニーカーレビューの紹介レビューを見てみてもいいよという方は、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。本日はここまで。ありがとうございました。